皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気に過ごしております。さてさて、えー、今回ですね、私は、えー、書籍第一作、いわゆる、諸女作、言えてないな、諸女作を Amazon Kindle で発刊いたしました。どうやら、 昨日時点で発刊されたようです。発刊されましたという連絡が来ないというこの Amazon Kindle の仕組み、えー、非常に私は驚きました。<laughs> そうですね、驚きました。はい、えー。どのような内容かと申しますと、えー、投資に関する本です。実際に Amazon Kindle での画面をご覧いただきたいと思います。画面を切り替えます。 はい。タイトルは、これです。エフラン卒の彼が仕事と並行の長期投資で早々に送り人になった理由でございます。はい。私が書きました。そして、コーヒーカップが載っております。これはですね、ある意味を込めて コーヒーカップのデザインにしました。それは読んでいただければ意味がお分かりいただけるかと思います。こちらですね。売ってもおります。626円です。私としてはかなり安い値段を設定したと思っております。そして、Kindle Unlimited という追加サービスに ご加入の方は、えー、無料で読めます。はい。追加料金なしで読めます。はい。そして、この本、えー、何か、こう、ページ数を多くして、ページビュー数を稼ごうと言ったような、ある意味無駄と思えるような章や、 記述は一切ございません。本当に必要なことだけを書いたつもりでございます。概要としましては、長期投資の方向けの成功事例と投資手法の紹介本。社会人2年目の女子と、その父の古くから,くからの友人の送り人の 対話形式で進むストーリー展開。新 NISA 制度を覚えたての初心者から、すでに送り人の方まで参考になるよう、長期投資向けの投資種別を広範囲に網羅しております。そして、話の進め方としましては、投資活動をサッカー、フットボールに見立て、 各種投資商品の特徴、メリット、リスクなどを分かりやすく解説しております。はい。難しい投資用語、ほとんど出てきません。はい。まあ、中学校レベルの語彙をお持ちの方であれば、どんな方でもお読み、心地よく思い、 お,お読みいただけるように書いたつもりでございます。画面を戻します。はい。えー、まあ、少女作でございますので、書き方などに至らない点もあるかと思いますが、書いている内容については、自信を持って書き上げたつもりでございます。 たったの626円で、自らの投資活動をどのように行うべきかをご自身で見出していただける本です。そういう意味では、決して高い値段ではございません。ぜひ、お手に取って読んでいただきたいと思っております。本当に、 社会貢献のために売ってるんじゃないかと思えるような値段、価格設定でございます。はい。儲けようという気がないのか、こいつはというぐらいの価格設定でございます。まあ、それをお読みいただければわかるかと思います。はい。ぜひご覧くださいませ。今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いいたしましょう。 さようなら。